ここは漱石の草枕の舞台となった前田家の別邸が残っているということですね。ちょっと、まあ、前田家の別邸って、きれいなあの花が咲いてますね。ここですね、今日は閉まっていますかね、復元されて残っているのが前田家の別邸。ここですね、中の方にお風呂とかなんとかも復元されてるはずなんですけども、今日は閉まってるみたいですので、また次の機会に行きたいと思います。